皆さんこんにちは。神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、6月の22日、まあ最近開かれました中国と、アメリカのブリンケン、国務長官が、まあ、習近平国家主席や、王毅外相と、会談されて、まあ、その後のジョー・バイデン大統領からの、まあ、発言のちょっとギクシャクした関係、まあ、そのあたりについて、まあ、請願法に基づく、まあ、陳情ということで、皆さん、まあ、世界中の政府の方ももちろん日本の政府の方も含めてなんですけども、まあ、マスコミの方たちも含めて聞いていただけたらなと思います。まあ今回、まあ、ブリンケンさんが訪問していただいて、中国の方、まあ、習近平国家主席の方から、まあ、まあ、友好的な関係を、まあ、進めていきましょうということをね、おっしゃっていただいて、その直後に、まあ、ジョー・バイデン大統領からの、まあ、中国は独裁、まあ、独裁政権とおっしゃったのか、まあ、もしくは独裁国家みたいなことを、まあ、もしくは習近平さんのことを独裁者だみたいなことをおっしゃったと思うんですけども、ちょっとこれが私の方でも、なぜそういうふうな発言をされたのかはちょっと不可解なんですよ。まあ、まあ、ことの発端は、まあ、台湾に関する内容だったと思うんですけども、まあ、もともとね、その話をたどっていくと、ロシアとウクライナの戦争があって、で、まあ、初期段階で中国の方も対応が遅れていて、まあ、まあ、中国の多分民間企業だと思うんですけども、武器の販売とかをロシアにしていた。アメリカがそれに対して経済制裁をしていた。で、最初は、まあ、以前から数年前から、まあ、まあ、私からの提案でも、まあ、伝えているんですけども、まあ、それがどれぐらいの効力があるのか、私の方でもわからないです。それは返答いただかないとわからないんですけども、中国は、まあ、ロシアとある程度、その友好関係を進めておいてほしいと、まあ、そういうふうなことを中国政府の方に、お願いしています。で、まあ、今年に入ってから、習近平国家主席が、ロシアのプーチン大統領と会見して、まあ、停戦の方にしてほしいと、軍事侵攻は評価していないっていうことをはっきりと、述べていただいてるんですよね。だから、物事の今までの流れっていうものを、まあ、世界中各国の政府の方たちも含めて、まあ、把握できてるかできてないのかという話になってくるかと思うんです。で、正直まあ、日本の総理もそうなんですけども、その、一番上まで行ってしまった場合、いろんな情報が各部署から上がってくる。まあ、日本だと各、まあ、各省庁から、いや、国内の問題とか上がってくる。で、その対応に追われる。まあ、それは多分どこの国も同じだと思うんですよ。で、まあ、中国とかアメリカなんか特にお付き合いしてる国が多いですから、上がってくる情報はとてつもなく多いと。で、情報が処理しきれなくなって、ああいうふうなことをジョー・バイデンさんがおっしゃったのか、その意図してるところがちょっとよくわからないんですよね。もちろん、ブリンケンさんを派遣したのは、ジョー・バイデン大統領の意思でもあって、で、それを、まあ、中国との関係を落ち着かせるのが目的のはずなんですよね。で、それはなぜかって言ったら、まあ、日本人である私から、いやいや、中国とかアメリカなんかが、その本当に、揉め始めたら、もう戦争なんか論外だし、経済関係とかでもね、あんまり揉めすぎると、世界中に対して良い影響は与えない。で、まあ、これは台湾の政府にも、まあ、私から提案させていただいたんですが、台湾ってちょうど板挟みの形になっちゃうんですよね。その、中国政府ともうまくお付き合いをしなきゃならないし、アメリカ政府ともうまくお付き合いをしなきゃならない。これは中国の政府もアメリカの政府の人たちも、まあ、全員覚えておいてほしいんですよね。で、私から提案したのは、もともと、
台湾の総統だった馬総統は中国とのパイプがある、片や蔡英文さんは、アメリカとのパイプがある。ですので、まあ、お二人に動いていただいて、まあ、中国の方へ行くときは馬総統が動いて、元総統の馬さんが動いていただいて、まあ、蔡英文さんはアメリカの方と、まあ、こういうふうな形で、まあ、党が2つあるっていうのは、そういうふうな利点もあるんですよ。まあ、今、中国では3つ目の党がみたいな動き、あ、中国じゃありません、台湾では3つ目の党の動きとかもあるんですけども、まあ、何事も、例えば中国の良いところをアメリカ政府の方たちに知っていただきたいのは、習近平国家主席の年収って、まあ、数年前の日本円で表すと、まあ、1ドル105円ぐらいの頃ですね、300何十万しかないんですよ。給与としていただいてるお金は。で、まあ、世界の首脳で一番多くの収入を得ているのは、まあ、アメリカの大統領で、その当時はトランプさんで、その為替相場がね、1ドル105円ぐらいで、まあ、日本円でしかちょっと私の方も言いにくいので、まあ、申し上げてるんですけども、まあ、4200万円ぐらいであると。まあ、中国は中国で、そのお金で動いてるわけじゃないんですよ、トップの方は。だからその辺のところで、その何事にも一長一短があるっていうことを、まあ、アメリカ政府の方たちも、中国の政府の方たちも、ご理解してほしいと。で、何事も世界中うまく、喧嘩にならないように、お付き合いしていただきたいなっていうのが、まあ、正直日本も、板挟みみたいなところがあるんですよね。中国ともうまくお付き合いしなきゃならないし、アメリカともうまくお付き合いをしなきゃならない。だから、まあ、私からの提案で、ああいうふうなことを、まあ、今まで、例えば、トランプ大統領の頃には、まあ、韓国のムン大統領と、まあ、キム・ジョンウンさんで、まあ、国境線をまたいで、まあ、握手だとか、まあ、ああいうふうなこととか、まあ、アメリカも、首脳会談を行ってほしいだとか、まあ、そういうふうなことを、いろいろ、まあ、中国政府の方にも、まあ、キム・ジョンウンさんと首脳会談を、開いていただきたいだとか、まあ、そういうふうなところで水面下でいろいろ、まあ、陳情をさせていただきました。で、まあ、そういうふうな、話、一民間人からの話を、まあ、政府の、まあ、上層部の方たちが受け止めていただいて、動いていただいていると、そういうふうなね、実際にあった話も、私としては、世界にとって必要だと考えています。まあ、そうすることをこういうふうにオープンで話してるのも、そういったことを、多くの人に知っていただきたいし、ウクライナとロシアの戦争を見たらわかると思うんですけども、決着のつけ方、その停戦についてどうすればうまくいくかで、これなかなか結論が出ないと。で、まあ、中国の方では大きさに動いていただいて、まあ、シーア派とスンニ派、まあ、サウジアラビアと、まあ、イランですよね。まあ、そこが、地域の、その、シーア派とスンニ派、要するに、まあ、今のアメリカと中国みたいなものですよ。民主主義なのか、独裁なのか、みたいな。だから、そこにはそこで一長一短があって、その辺については、まあ、友好関係、サウジアラビアの方も、イランの方も、今年、しっかりと、中国の方で会談していただいて、表明していただいています。これが今の世界の主流っていう形で話持っていきたいんですよね。で、まあ、ジョー・バイデンさんのその、まあ、80歳ぐらいの年齢の方だと思うんですけども、まあ、その日本のそのコメンテーターの方たちや、まあ、マスコミ関係の人たちとかテレビに出演されてる方たちの意見とかを見ていると、やっぱりね、昔の冷戦時代とかを、
すごく意識してる。で、その、それがあってのコメントをするものだから、どうしても見てる側としては、戦争を煽ってるように見えるんですよね。で、今のところは情報のところがうまくコントロールできてると思うんですけども、西側諸国の昔の悪いところは、そういうふうな独裁的な国があったら潰してしまえみたいなところがあったじゃないですか。だから、ロシア、まあ、最初開戦した当時、もちろん軍事侵攻したことは、私も、反対なんですよ。それは、まあ、そんなに、自分たちの領土にしたいのであれば、それは話し合いで、相手の国がいいです、わかりました、ロシアの、傘下に入りますっていうことだったらいいと思うんですけども、まあ何回も再三言うようですけども、ロシアにはロシアの立場があると、まあ旧ソビエトという国があって、もともとソビエトの前の時の、まあ1900年ぐらいの頃にもロシアってソビエトの範囲だったんですよね。で、そこで分裂してるんですけども、冷戦ばっかりをね、とやかくおっしゃる方たちがいるんですけども、それももちろん大きな要因だと思いますよ。だけども、本質はもっと違うと思うんですよ。いろんな国の方たち、言語の違う方たちが集まってたでしょう。そしたらもう多分話し合いなんかうまくいかないと思うんですよ、根本的に。あんなに広い国土面積のところを、今でも、まあ、今の現状の国境線のロシアでも、世界一国土面積が広いじゃないですか。で、それで端から端まで物事見渡せるかって言ったら無理だと思うんですよ。僕個人も、日本人で、まあ一応日本の、まあ沖縄とか北海道とか一応まあ旅行程度ですけども行ったことがあります。で、まあ沖縄行った時にその米軍基地とかを見て、あ、本当に戦闘機が発進したり降りてきたりする時に、あ、すごい音がするんだなと、そういうような騒音問題とか、まあ日本では取り上げられたりしてるんですけども、ああいうふうなことって、やっぱり現地に行かなかったら分からないんですよね。で、話がだいぶ台湾の件からそれましたけども、これね、今のウクライナとロシアの戦争が、もともと台湾の問題の、話の発端になってたじゃないですか。それで、習近平さんも、武力行使に関してをおっしゃってしまったじゃないですか。で、今は多分もう気持ち違うと思うんですよね。正直、多分習近平国家主席の心の中では、あの時あれ言わなかった方が良かったなって多分思ってると思うんですよ。まあこれはアメリカ政府とか、まあ台湾の政府の方たちに向けて言ってるんですけども、一番上の方たちが口滑らしてしまうと、国丸ごとがその方向で動いたりするから、ああいうふうな、過度な軍事演習をしたり、台湾をまたぐような、ミサイルの発射があったと思うんですけど、ちょっと僕もね、いろんな県に、まあ、手をつけすぎてと言いますか、首を突っ込んでと言いますか、いろんなことに、もう何百という件に関わってるんで、ちょっと情報の処理が僕も追いついてないんです。だから、そういうふうなことをし始めたからこそ、世界中の、首脳の人たちの立場っていうのはよくわかるんですよ。まあ、表だって、なかなか言えないと思うんですけども、もういろんな法律と向き合わなきゃならないし、法改正だってあるし、いろんな判例だってあると。で、その中でどう対応していかなきゃならないのかの部分で、対応しなきゃならないことが多すぎると思うんですよ。で、その部分で、ついつい、口を滑らせてしまうっていうことがあるんで、まあ、今回の僕からの陳情の内容は、まあ、アメリカと中国を仲良くしてくださいと。まあ、それが、今回の一番大きな要因で、まあ、中国の方はもう態度を変えてくれてるんですよね。だからそこはアメリカ政府も、理解してあげなかったら、そこを突っ張っちゃ絶対ダメだと思うんですよ。これはまあ、ジョー・バイデンさんの方に、まあ、メッセージとしてお伝えしてるんですけど、まあ、日本の政府の方からも、私の申し上げてる内容を、まあ、翻訳して、お伝えしていただけたらなと思います。状況をニュースで見てる限り、中国政府としても対応を明らかに変えていただいてるんですよ。まあ、
再三言いますけども、今年にプーチン大統領と習近平国家主席が会談をしていただいて、12の項目を作っていただいて、インフラ設備への攻撃はやめてほしいとか、停戦するべきだとか、すごくまともなことをおっしゃっていただいてるんですよね。で、その流れを絶対今壊しちゃダメだと思うんですよ。で、まあ、トルコの方もああいうふうに大きな地震がありましたけども、まあ、もう一度停戦するべきだっていうことをおっしゃってくれてるし、サウジアラビアもシーアとスニ派の話が、まあ、まとまって、友好関係の方向で行くと、まあ、こういうことを表明してサウジアラビアとしても停戦に関して の提案する内容は用意してあると、まあ、心強いメッセージを発していただきまして、まあ、今なんとかロシアとウクライナの戦争を終わらせてあげなきゃならない。これは両国にとってものすごく損害がずっと出る話であって、特に命なんですよね。だもう殺されてしまったら、死んだりしたらもう取り返し効かないし、例えば生き残ったとしても片腕失ったとか片足失ったりとかして人生取り返しが効くかっていうと効かないんですよ。だからその人たちの苦しみとか理解してあげなきゃならないし、それがまず世界各国の首脳の人たちの務めだと思うんですよね。だから世界中の各国の首脳の人たちが言えることは、まあ、停戦するべきであって、それについてどういうふうに両国の立場をある程度尊重して対応するのか。ただ軍事侵攻したことは僕も反対なんですよ。でプーチンさんももともとはロシアも NATO に加入するべきだっておっしゃってた方なんですよね。だけどもその昔からの話を引きずってしまって、旧、冷戦時代の頃の。だから、それがあるから、上に行ったら上に行ったで、やっぱり、そういうふうな形に変わってしまうような部分が、いくらかあるかと思うんですよね。で、その辺について、私から、まあ、多分日本の政府を通してうまく伝えてくれてたりとか、まあ、経団連とか、何か人脈のある方たちが伝えてくれていての、まあ、対応だと思うんですけども、プーチン大統領の方にも、もう、あまり、ウクライナのことを悪く言うのをやめてほしいっていうことを言って、で、その数日後のプーチン大統領の会見も、もうプーチンさんも、ウクライナを攻めるようなことを言うに言えないような状況、もうしどろもどろになって会見されてるんですよね。あ、もうそういう状況なので、もうプーチン大統領も分かってると思うんですよ。今回の軍事侵攻は大失敗であったっていうことが。ものすごい損害が、人命的にも経済的にも両面で、あとエネルギーの残存量問題に関しても、これはもう世界中で戦争なんかやめていただきたいし、本当に無駄なエネルギーの消費をするだけで、その後の復興でもどれだけのエネルギーが必要なのかっていうことを考えたら、正気の差だとは思えない、本当に。だから、これは世界中の首脳になられる方だ、たちだけじゃなくて、まあ日本でいう国会議員のような方たちとか、各都道府県知事だとか、まあ大臣だとか、まあそういうふうな立場の人たちが、強くいつも志として持っておかなければならないのは、世界中との友好関係であって、今は国連というものでみんな一枚岩になる、時代であって、何か問題が発生した時にそれをどううまく解決するのかっていうことを、解決策を考えなきゃならない、これだと思うんです。で、まあジョー・バイデンさんの方にどういった考え方があるのか、ちょっと僕の方でも文章が短すぎるからわからないんですよ。なぜそう思ったか、なぜそう言ったのかっていう理由をおっしゃっていただかなかったらわからないのと、あと正直これはまあ、これちょっと中国政府と、あとアメリカ政府の方たちにも、ジョー・バイデンさんにもちょっとすいません、ちょっと今から言うことを許していただきたいんですけども、やっぱり80歳ぐらいの方じゃないですか。まあこれは中国政府へ向けてのメッセージでもあるんですけど、やっぱり年齢的にね、どうしてもやっぱり力が衰えていくというか、まあそういった部分あると思うんですよ、実際に。で、まあ、ある程度の年齢で、世界中の首脳の方たちとか、まあ日本で言ったら、まあ大臣
に当たる方たちだとか、まあそういう立場の方たちも世代交代っていうものをある程度早い段階からしなかったら、長期政権をしようとすると高齢のその首脳という形になってしまうじゃないですか。だからその辺のところでその、年齢的な部分、力の衰えの部分もあるし、昔のその時代っていうのをやっぱり高齢者の方たちは引きずってる部分があるんですよね。だからそういったところから少し離れた世代の人たちぐらいへ交代していただけたらなということを、以前からこれはメッセージでも送っていて、共和党さんの方や民主党さんの方も、高齢者の方、出馬を表明されるのは、大統領選で出馬を表明されるのは、各個人の意思表示であると、あるとは思うんですけども、40代ぐらいの方たちも出てきてくれて、本当はそういう人たちに、バトンを渡して、で、今まで大統領を経験した方とかが、助言をするような補佐をするような形で動かれるのが、これはもう世界中どこの国もそれがいいんじゃないかなと思っています。それはもともと日本でも私の方から提案させていただいて、麻生太郎さんも安倍晋三さんももともと僕とお会いした方なんですけども、麻生太郎さんも元総理経験者だったから、副総理という形で、今までどんな話が世界中としてきたかっていうこと、これを本当に知ってる人がいなかったら、話がやっぱり国家間の外交で食い違ったりしちゃうじゃないですか。だからそういうような形を、行っていただいていました。ただしもう麻生太郎さんも80歳ぐらいなので、物事の見方によっては死ぬまで働かなきゃならないみたいな形にも見えるんで、それってやっぱり残酷なことだと思うんですよ。だからある程度のところで世代交代して自分の自由な時間を得るっていうような形の方がいいんじゃないかなと思います。今回のその提案させていただいた内容は、ちょっとアメリカの方からも中国にすり寄ってほしいと。で、中国の方は間違いなく、柔軟な対応をしていただいてるんで、もちろん日本政府の方たちとかが私からの提案している内容についてうまく伝えていただいたり、もしかしたらそれはマスコミの方たちかもしれませんし、その両方かもしれませんし、なんとか世界中武力なしで物事をうまく回るように多くの方が動いていらっしゃいますので、アメリカ政府としても、これは勘繰りすぎかもしれませんけども、選挙近いからそういうふうなことをおっしゃったのかなって、どうしてもね、一般人の、これは民主主義の国で生まれた人間とかはやっぱりそれがある程度の年齢になってくるとそう思ってしまうんですよ。本人にその意思がなかったとしても、選挙近いからああいうふうなことを言ってるんじゃないのかってやっぱりそう思っちゃうんですよね。僕も一応そこまで、基本的に僕はその人が今までどんなことを話しされてきたかとかの、その人格的なところとかを見てるので、特別そのジョー・バイデンさんに人格的なところで問題があるかというとそうは思えないですし、どちらかというと性格的には思わな方だと思うんですよ。で、あんまりにも報道機関とか両政府の上層部の人たちがそういうふうな言葉の一部分だけ大きくクローズアップしすぎたっていう部分も、そこも今後、あんまりそこまでそういうふうな文言を拾い上げなくていいんじゃない、全体的な流れとしてはもうブリンケン国務長官が訪中した時点で、ああいうような話をした時点でもうみんなわかるじゃないですか。本当はもうお互い喧嘩してもいいことないしっていう形で物事進めてるんだから、あんまり変な言葉の切り取りしてもねって僕は思います。で、なんとかアメリカ政府の方からすり寄っていただきたいです。よろしくお願いいたします。そうしないとやっぱりアメリカと中国みたいな大国にちょうど間に位置する日本とか台湾からしたら、仲良くしていただかなかったら怖いんです。本当にあんなウクライナとロシアの戦争なんか見たら、
アメリカと中国からが本当に戦争なんか始めたら、これ絶対世界崩壊しますよ。で、昔のその戦争の状況とは違うんですよ、今は。高度なインフラ設備とかがあって、それをもう一度全部作り直そうと思ったら、その焦土化された時にね、国が。もう何年かかるか分かんないですよ、本当に。で、そもそもそれをできる技術者の人たちとかも巻き込まれて、多くの方がお亡くなりになったりしますから、だから本当にね、世界中、その話し合いで物事を、まあ仲良く、進めていただけなきゃならないし、あとは、ウクライナとロシアの戦争で、復興の予算なんですけども、まあ、ウクライナの政府の方がおっしゃってますけども、政府情報部の方が、まあ、ES の方でも、そのウクライナの復興についてどう行うのかっていう会議が開かれていましたけども、まあ、ロシア関係の世界中の国が差し押さえてる、そのお金が、まあ、資産とかですね、そういったものが、まあ、50何兆円、日本円に換算すると、まあ、それぐらいになると。で、そのお金を使って、ウクライナの復興をさせてほしいっていうのが、ウクライナの政府、上層部の人たちの意見であって、これはまあ、ロシア政府としては、なかなか受け入れがたいとは思うんですけども、ここはもう思い切って、もう腹割った話で、本音で、私の方から陳情させていただきます。それで行きましょう。もうそれで、軍事侵攻をすると、ものすごい損害が出るっていうところで、歴史的な決定付けをしましょう。で、エネルギーの残存量問題がありますから、まあ、ロシアは石油やガスを多く生産されています。それをある程度の値段で、例えば日本円で換算して、まあ、1バレル、まあ、80ドルぐらい、まあ、石油だと。まあ、ガスの価格についてはどれぐらいが適正なのかっていうところはちょっと難しいんですけども、まあ、大体それぐらいで、まあ、ヨーロッパの国とかが、購入してあげると。まあ、それでいいんじゃないですか。それで双方、金銭的なところは、痛み分けみたいな形にしておいて、ただ、軍事侵攻したのは絶対にこれは良くないと。で、それで、まあ、差し押さえてる部分とかは、ある程度法に照らし合わせてなんですけども、それで、ウクライナの復興へと、これで決定つけれれば、その歴史が後の世代に残りますから、絶対に軍事侵攻するべきではないと。これで話が決着つくと思うんですよね。で、あと、その何回も昔のヨーロッパ その戦争の歴史とかを見たら分かると思うんですけども、国境がコロ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 変わってるじゃないですか。で、国の名前が変わってだとかで、あんまり広い面積とか面倒を見きれないっていうところで、もう世界中どこの国 もし国家公務員の試験とか公務員の試験に取り入れた方がいいと思いますよ。どちらにしても同じだっていう話で。で、それはなぜかっていうと、その結局、その仮にね、まあ台湾の9割方の人が中国とその政府、まあ国が一体化するのに賛成だっていうのであれば、僕はもうそれでいいと思うんです。で、その9割っていう割合になぜこだわってるかっていうと、まあアメリカ政府もね、その話し合いで国が合併することは認めてるんですよ。だから、なぜ9割かっていうと、中途半端の6対4とか7対3ぐらいで、合併してしまうと、その残りの4割とか3割の人たちが、その内乱みたいなことを起こすでしょう。で、それについても大きな損害とか出てくるから、その損害を考えたときに、中国政府としても仮に台湾と合併したときに、そういうふうなことがあったとしたら、損害が出てきて自分たちでそれを、賄ってあげなきゃならない。こうなってくると損害が出るだけの話であって、結局、各例えば日本で言うと都道府県知事を置いたり、まあ、たくさん人口がいるところなんかは市長とかの、その、
年収って、まあ、大臣と同じぐらいあったりするんですけども、してること結局同じなんですよね。各都道府県知事を置いたりとかするだけだから、もうあんまり今の時代もこれ本音で話しますけども、あんまり国の統一とかあんまりもう言わない方がいいと思うんです。で、今までの世代のその主席の方たちとかが言ってしまってるから、それを継続せざるを得ないっていう部分があると思うんですよ。そこを中国政府の今後の課題としてどううまく対応していくかの部分で、まあ中国政府としてのお立場もあると。で、アメリカ政府はこう言ってると。まあ国連というまとまりも必要であると。じゃあ台湾の人たちの9割の人たちが中国の政府と一体化したいって言ったら、それでいいんじゃないかと。まあ軍事侵攻はもうやめときましょうぐらいの話は、私の本音としては中国政府の方にはしていただきたい。で、まあうまい話の持っていき方として、アメリカ政府が、まあ、中国政府を認めてうまく話を、まあ、政府間同士のね、友好関係をしっかりと、まあ、習近平国家主席が、言ってくれた内容に、我々アメリカ政府としても、まあ、友好関係をお互い、進めていくと。で、もちろん習近平国家主席はこの間ブリンケンさんとの会談の中で、まあ、乗り越えていかなければならない問題は多くあるが、友好関係を進めていきましょうと。もう最高の言葉を発してくれてるんですよ。いろんな方向から物事を考えたときに一番良い言葉をチョイスしていただいてるんですよね。コンパクトで分かりやすくて非常に良いと。で、アメリカもその内容でしたら受け入れますと。こうおっしゃっていただいたら物事がうまく進むと。まあ、こういうふうな話をフルオープンでできる社会が本当に良い社会だと思います。これで、正直世界中のその政府上層部まで行くと、やっぱり口をうっかり滑らせてしまうことってあると思うんで、まあ周りの人たちでそれをいかにうまくカバーしてあげるかっていう対応能力ですね。まあ僕だけじゃなくて、もう皆さん全員ですね。その議員さんたちだけじゃなくて、まあ大手企業のまあ会長や社長さんとか、そういった立場の方たちもそれ相応に発言力あるでしょうし、まあ世界平和じゃないと困りますよぐらいのことはみんな言えるはずですので、まあその方向で皆さん舵切っていただけたら、助かるなと思います。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。僕も最後の最後まで諦めない方向で生きていこうと、そういう方向で腹くくってますんで、まあ、彼は生活保護者でもずっと頑張ってるよと、毎日ニュース見て、いろいろインターネット記事とか見て、まあ、本当は新聞読みに行きたいんですけどね、その国内でね、その、日本の暴力団の山口組3つに割ったりだとか、その、オウム真理教っていう、もともと、サリンとか、まあ、テロ行為を行った組織とかの、その、死刑執行、こうまで、まあ、私からの提案で政府に進めてもらったんですよね。で、他にも九州の方、まあ、日本の九州っていう地方があるんですけども、そこにまあ5つほど、まあ、昔凶暴だった暴力団がいて、その中の工藤会っていうところがあって、そこの死刑判決行くべきだっていうところで、まあそこは裁判所の裁判官の判断なんですけども、死刑判決出してもらってるんですよね。まあそういうふうなややこしい件とかいっぱい関わってるし、まあテレビ局の、まあ、芸能関係レベルの人間とかもね、まあ僕はテレビ局にどういった人間が出るべきか出ないべきかとか、テレビ局に関して出演者に注意することもテレビに向かって言う方法とかでも、今までまあ叱ってきたっていう部分もあるんで、絡んでくる人間が多いんですよね。だから僕も近くに歩いて、その図書館に行ける範囲なんですけども、新聞読みたいんですけども、読みに行ったら読みに行ったでね、その絡んでくる人間がたまにいるんでね、あとは僕の結婚話とかで、図書館で働いてる人間がね、それをごちゃごちゃ会話してるんですよ。勤務中なのに、自分の仕事をしりゃいいのに、私から言わせたら仕事サボってますよっていう話ですよ。本当に国からの税金で働いてるのに、
余計なことを言わないで自分の仕事を黙々と知りゃいいのに、もうそんなことをいちいちごちゃ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 言われるから、もう僕も落ち着いて新聞読めないんですよ。腹立ってきますし、本当に。だからまあインターネット記事とテレビのニュースだけですね。新聞はもう長い間読みに行かなくなってしまいましたね。だから情報の収集としては、少し足りない部分があるかとは思うんですけども。まあ、とにもかくにもそういうわけで、まあ、アメリカ政府の皆さんご協力のほどよろしくお願いします。あと、まあ、こういった内容とかもね、まあ、台湾の政府の方たちも聞いていただいたら、まあ、私の活動とかも、まあ、発信してる時期とか、YouTube とか、あとホームページに文章として記載してるんで、何月何日にこういうふうなことを提案しましたとか、そういうふうな内容を記載してるんで、その情報を追っていただいたら、あ、世界中の政府上層部の方たちが動いていただいてるんだなっていうことで、安心感にもつながるでしょうし、まあ、それで、まあ、民間レベルでね、その、お互いの感情が良くなれば、まあ、政府上層部の人たちもそういう方向で動きやすいですし、だからまあ、良い方向に物事が動いていくっていうことですね。まあ、長い間、ご清聴ありがとうございます。もう、この辺で、今回は、話終わらせていただきます。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。長い間、ご清聴ありがとうございました。